花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾城でございます。1週間ご無沙汰いたしました、金尾城の音楽魂。今日もいい天気ですね。おなじみ松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。はい、桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。ね、いろいろなんかね、いろんな新型コロナウイルスいろいろありますね。いろいろあります、ね、大変ですね。電車はガラガラで電車空いてましたね。まあ電車をね、まあ、でも閑散としてってちょっと不気味な感じ。不気味だよ ね、なんかね。でもね、今日楽しくね、はい、やってまいりましょう。こういう中ですけどもですね、はい、ということで本日のゲスト、はい、3年ぶりになりましょうか。あ、そんなに、ね、あ、そうか、はい、そんなになりますね。トラブリューのね、本田雅之さんです。あ、としゆきさん。本間としゆきです。本間としゆき。全然違う。本間としゆき。どうも。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ちょっとこうマイクを上の方に。はい。そうです。いかがですか、その後。その後、あ、変わらずもうライブの日々で。ねえ。本間さんは、普段はピアノで、ですかね、ピアノとギター、まあ、両方ですけどね。そうですよね、はい、もう素晴らしいギターも素晴らしいんですよ。ハードロックギターですよね。そうですね、はい、素晴らしいですよね。かっこいいですよね。うん、あとね、今日はね、女性のリンさん、はい、はい、いらっしゃいませ。女性のリンちゃん、女性のボーカルです。ボーカルのね、リンさんですけども、このリンさんと本間さんのその要するにユニットというか、それはどれぐらいもうなるんですか、はい、結成、どのぐらいですか、リンちゃん。6年はもう6年、はい、ますかね、ぐらいですか、ね、6年、ね、あれですよね、リンさん初めて見た時に確かね、赤坂かなんかで、カンティーナ、そうそう、 あの時着物っていうか、なんかチャイナドレスやってましたね、はい、あのイメージがもうすごい頭残ってて、ちょっと今リンちゃん自粛してるんでしょ。いただいた方からちょっと自粛しなさいって言われて、なんでなんかこう、まあ、似合いすぎる、風評被害っていうか、一応ね、あ、そっか、今ね、今このタイミングだから着ない方がいいって、ああ、そっか、そういうことなんだ。でもね、そんなにさ、そう、関係ないよね、自粛って言ってたらね、もう経済も冷え切っちゃうからね。そうですよね、あんまりそういうことばっかりになっちゃうと、そう、どう、桜でもそう思わない。そう思いますね、みんなキャンセルになってるもんね、イベントが軒並みバタバタと延期だとか中止とかで、そう、大変な状況ですけどね。でもやっぱ毎年インフルエンザで、まあ、お亡くなりになったなる人とかね、いらっしゃいますけども、そのインフルエンザと全く規模が違うじゃないですか、コロナっていうのは。ですね、まだ、うん、そうだからかなりまだね、そんなに全部自粛してしまったらね、そう、だから普段手洗いとかさ、うがいとかっていう感じで僕はやってますけどね。あ、金尾さん普段からやってるんですね。いや、普段っていうか、自分が咳込んだりするときはマスクしますけど、ええ、普段ほら流行ってるときあるじゃないですか、インフルエンザとか流行るシーズン、はい、そういうときには多少ね、マスクは使ったりしますけども、でも今皆さんは結構手洗いうがいするから、今年は逆にインフルエンザが少ないって。そうですね、気をつけてるからね。そうかもしれないね、うん、まあそれいいことだ、いいことでもあるんだよね、うん、ということでですね、今日は本間俊之さん、リンさん&リンでいいんですか、はい、のこれはアルバムが、これ最新アルバム。そうです、はい。これはいつ頃、去年の11月の28日にレコ発をやらせていただいて。あ、そうなんだ、はい、あ、これ素晴らしいじゃん、まあ、黒和服着て。そうですか。またこれが似合うね、あなた。ありがとうございます。ねえ、このチャイナドレスといいね、そうそう、といい、すごい、また華やかなね、うん、華やかな感じがしますけども、この中からじゃあまず1曲聴いてみますか。はい、これタイトル何でしょうかね。トラック1、鈴の歌と書いてリンカ。リンカ、はい、リンカ。
ということでですね、いかがでしょうか。イエイ、これはリンカというね、はい、鈴歌と書いてリンカ。これはあの作詞がリンさんが、ね、はい、やられて、曲は本間さんっていう、ね、はいはい、やっぱあれですよね、こうキャッチーなやっぱり曲を本間さんもね作られるね。あ、そうですか、ありがとうございます。やっぱ素晴らしいですよね、ちゃんとしたね。すみません、ちゃんとしたのが。いやでもほらオリジナル作る人いるけども、またやっぱプロの人が作るのと違うよね、うん、曲の作り方っていうかね。いやいや、ナナナナ音頭も素晴らしいじゃないですか。素晴らしいね。いや、ナナナ音頭はまあ適当に。いやいや、キャッチーでしょうね。キャッチーですよね。キャッチーはキャッチーで。いやいや、あれですけども、これ、リンさんって詩をずっと書いたりするんですね。やりながら書くようになりました。はい。最初はあんまり書いてなかったんですけど。全然書いてなかったですね。はい、これ素晴らしいですね。これは、どういうとこで、買えばいいんですかね。主に手売りなんですけど、うん、まあ、ライブ会場では必ず持って行ってるので買えるんですけど、あのリンリンクラブで検索していただく。リンリンクラブ、はい、そんなあるの。リンリンクラブっていうのがあるんです。あ、リンリンクラブ、はい、俺よっちゃんクラブで作ろうかな。ファンサイトみたいな、本当公式ホームページの方から、ね、はい、CD ショップもありますので、両方買えるようになってます。リンリンクラブでじゃあ検索していただいて、はい、でクラブは漢字で検索していただかないと出てこないんですけども、リンリンがひらがなで。あ、そうなんだ、はい、クラブ、うん、リンさんは僕はあんまり話したことはないけども、何度かご一緒ね、させてライブとかご一緒させていただいたんですけども、そのリンさん自身のねことってあんまり聞いたことないじゃないですか、はい、そうかもしれないですね、はい、どういうきっかけで歌い始めたんですか。
まあ、単純に好きだったっていうのはあるんですけど、うん、まあ、もともと人と関わることが好きだったので、うん、全く歌と関係ない介護のお仕事とかもしてたんですけど、はいはいはい、そのまま終わるのか歌を一回はやってみるのかっていうのを悩んで20代を終えようとしてた時に始めるきっかけがやってきたんで、うん、あ、今だったら、うん、音楽できるだろう、歌始められるなっていうタイミングがあったんです。何のきっかけそれ。まあ、話すと長くなっちゃう、短くめに、ええ、なんかSNS 今でこそこうみんな誰でもやってる時代になったじゃないですか、うん、まだ結構割と下火で、うん、Facebook 今ちょっとはやってるんですけど、うんうん、その前身の Mixi っていうのがあったんですね、ええ、そこでちょっと自分のプロフィールを書き換えて音楽が好きなんだってことをアピールしてみたんですよ、うん、何も起こらなかったんで、うん、もう三度の飯よりも歌が好きって書いたんですよ、うん、そしたらなんかオファーが来て、うん、歌のイベントがあります、で、そうなんだ、出ませんかみたいな、でそこに出たのがきっかけで、うん、あ、こういう風にしてなんかみんないろいろやってるんだなっていうのが、そういうところに行くまでは全く分かんなかったので、うん、俺未だに分かんないんだけど、いやいや、あ、そういうきっかけ面白いね。それで本間さんと出会うんですか。まあ、そこもね話すと長いですけど、まあ、やろうって決めた時に、まあ、普通だったらじゃあやり始めてみよう、習ってみようかなって言って、うんうん、まあ、特にそれで何も変わらないっていうこともあるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、やり始めたら歌謡曲のデュオの先輩、まあ、ジュンとネネさんっていう方、ジュンとネネ、うん、あなた知らないでしょ。知らなかったんですけど、俺よく知ってるよ、まあ、友達じゃないけど、なんかいろいろなことが起こって、まあ、歌と関係ない場所で出会ってお友達になっちゃったんですね、そのジュンとネネさんと、まあ、正確にはネネさんとお友達になっていただいて、でそこからじゃあちょっと前座もやってみるなんていうお話になって、そうなんだ、急にそれすごい ね3年間ぐらいやったんですね、うん、でもやっぱりソロのシンガーとして歌ってみたいっていうビジョンがあったので、うんうん、お二人のその歌謡曲デュオの姿も見させていただいたんですけど、うんうん、やっぱり前座でずっとまた30代それをずっとやっていくのかとかっていうのもあったので、うん、どうしようかなと思った時に、うん、まあ、何も決まってなかったんですけど宣言をしたんです、うん、一人でやってみたいのでっていうお話をさせていただいて、うん、で決まってもいないのにそう話したと途端にあるところで出会って、うん、いろんなやっぱ出会いがあるんだね、運命のね、運命の、ね、出会いっていう気になりましたね、強運ですね、なんかね、決めた瞬間に変わるんだよね、うん、そうかもね、うん、物事ねこれやろうかと思ったらそう叶うよね、うん、そう、でもトントン拍子あんまり行く人も珍しくないですか、こうやってそうだね、今日引きが強いというか、しかもそんな気がして、ジュンとネネさんのネネさんだよ、うん、確かに、まあ、りんちゃんも多分上を曲刺さったと思うんですけど、いい意味で鈍感だよね、まあ、ね、タフだよ、そうかもしれないです、ね、だからそういうのあったけど気がつかないで来たから、あ、前に前に行けるの、怖がらずにね、そういう、なるほどね、そういう出会いがね、うん、素晴らしいなとか思います。じゃあね、今日はせっかくねお二人来ていらっしゃるので、もう話ばっかりになりそうなんで、まずその生歌で何かお願いできますでしょうか。じゃあせっかくギターもお借りしたので、今かけていただいたリンカを生ギターを始めますかね。聞きますか、うん、はいはい、リチェ、ハープのキーは合ってますか。合ってる気がしますけど、はい、裏も合ってるね、はい、はい、素晴らしいね、いいですか、いきますよ、はい、はい、これワンコラスぐらいでいいですかね。いや、でもどっちでも、うん、ワンコラスぐらいでいいんじゃない。いやいやいや、はい、澄ませばどこからか軽やかになり響け鈴の歌、人
後は立ち上がる何度でもあなたの心震わす新しい種芽生えさせ高らかに咲き誇れ鈴の花夜が明けてまた日が昇りどんな悲しみも包み込む今はそっと全て受け入れて涙に流せればいい。イエーイ。ね、そんなに気遣わなくてもいいですよ、おばさん。いやいや、素敵なね、いや、アコースティックのバージョンもいいですよね、うん、ハープがまたかっこいいですね、またね、ね、ギターいい音ですね、いい音ですよね、いや本当にいいな、本当に持って帰ってた、お持ち帰り、お持ち帰りください、ね、裏に住所書いてるし、今日はね、本間さんにはエレキ今日来ていただいたんですけども、はいはい、まあ、今日桜田君のね、はい、あのギターをちょっとそうそう、ね、お借りしてということですけども、その今後の例えばライブスケジュールって どういうお二人のライブスケジュールの、はい、どういうふうな感じになってるんですか。結構本数多くやられてますよね。あとはいえ、まあ、月のまあ最低半分くらいですかね、ギリギリの、はい、多い時はまあ20日以上になる時もありますけど、すごい。なんかあの予定は近い予定ってありますか。まさに今日マジで川崎で、川崎、はい、川崎のティーンスピリッツっていう、ティーンスピリッツ、ご存知なんですか、ね、はい、あ、ご存知、まあ、バーですよね、ミュージックバーというか、はい、バーでね、あ、そう、食事も美味しいところで、はい、おうおう、うん、川崎ですよね。どうぞね、川崎の皆さん、はい、今日金尾さんのこの番組決まったから川崎入れたんですよ、後で。マジで。そう、マジで。じゃあぜひ今日ね、お聞きになった皆様、ね、あのね、あの本間敏之さん&リンさんのね、はい、ライブをお越しいただきたいと思います、川崎ティーンスピリッツ、これ何時からやってるか。19時半スタートです。19時半スタート、はい、ということでね、お楽しみいただきたいと思いますが、うん、そうですか。その後はリンちゃんはバースデーライブとかあるんじゃないの。それはさっきか、まあ、ちょっと先なんですけど4月30日を予定してます。あ、はい、あ、そうなんですか。ちょっとゴールデンウィークのね、頭なんで、とはいえね、そうかそうかそうか、でもね、2人がね、2人 そのご活躍をね、僕は本当にね、かけながら応援していた、していたんですけども、こいろんな出会いがやっぱありますよね、聞いてみると。そうですね、まさかあなたからジュンとネネの話が。ジュンとネネさんと出会った時も別の目的で行った場所で出会って、実はまあ、今こういうちょっと水晶のこれブレスレットですか、パワーストーン、うんうん、これそんなにな何かがあるってもんでもないんですけど、うんうん、愛着があってつけてるんですけど、うんうん、当時はもっとマニアだったんですよ。で、水晶マニア、もう石が大好き、いろんなパワーストーンが、で、そういう展示に行くのに迷ったらいけないし、うん、母が暇だったんで一緒についてきてくれたんですよ、横浜に、うん、で、横浜のワールドポーターズっていうところでその展示をやってて、うん、まあ、祭事っていうんですか、うん、で、いいパワーストーンに巡り合えるかなと思って行ったら、ろくなのがなかったですね、自分の中で。もう帰ろうって言って、うん、で、出口に一番近いところで目に留まった占い師さんだと思った方が、うん、ねねさんだった。ねねさんが何、占いやってたの。占いやってました、はい、本当、もう音楽やりたいんです、今タイミングですかねみたいな、タロット占いを見てもらおうと思って相談した相手がねねさんだった。本当、今もいるから俺行ってみようかな。やりたいんですけど、もしかしたらスピリチュアル系の方なんで、もしかすると、はい、やってるかもしれない。マジで、はい、本当。ハワイに住んでらっしゃる、住んでらっしゃった時もあった。そうですね、はい、あ、そうなんだ。松下のあたりはほら古その時代を経てきてるから、いやいやいや、割と近いんじゃない。お会いしたことあるじゃないですか。いや、お会いしたことはないけど。あ、駒取り姉妹の方か、あなたお会いした。何それ、もっと上だ。失礼でしたね、これ。いや、前はずっと話してたじゃん、駒取り姉妹。図に乗り上がって先輩って感じ。いやいや、 いやいや、ジュンとヌネさんって有名ですもんね、だってお名前は。うん、もちろんもちろん、あのお会いしたことはないですけど、確かでもハワイに行ったなんかのテレビな、爆放サーフライなんか、そういう過去の人こう探す番組かなんかで、うん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 、
出たよ、見たような気がします。南の島がお好きみたい で、ね、でそこでまあ音楽をやるっていうなんかスピリチュアルのゲームのその結論で、あなたは音楽やっていいっていう許可が出て、はい、で日本に戻ってきて、うん、じゃあ3年全座やらせてもらってこれからっていう時に、うん、本間さんと出会ったタイミングも、うん、Facebook のイベントで、うん、ちょっと歌ってもらえませんかって声がかかって歌わせていただいたことがあって、うん、でまた半年後ぐらいにやりますと、うん、でお呼びしますって言われてたんですよ、はいはいはい、で呼ばれなかったんですね。で、うん、あれどうなってるんですかって連絡したら、うん、ちょっと別の方にお願いしました、有名な方なんで今回はごめんなさいって言われたんですよ、うん、でちょっと内心頭にきて、ね、誰が出るんだと思って見に行った先にいらっしゃったのが本間さんなんですよ、うん、はい、ああそういうことなんだね、そっかそっか、でも最初はだからもうこんな感じで行ったんですけど、うん、もう見たらもうびっくりしちゃって、一人で演奏して歌って、うんうん、全部お一人で、うん、まあ今もそういうスタイルでライブソロの時やってらっしゃるんですけど、うんうん、本間さん、あ、一人で弾いて 歌われたりもするんですか、ソロで。いや俺基本的にボーカリストじゃないんで、まあ、歌はリクエストもらったらなんちゃってでね、はい、あ、そうなんですか、聞きたいな、それ聞きたい、いや、やめましょうよご手帳にお答えさせていただきます、ね、いや、本間さんに歌したら高いよとか言われる、そういうお金もなんか逆に俺払わないといけないいやいやいや、そうでしたか、じゃあいろんなパターンで本間さんのソロもあるし、そうですね、インスタバンドもやって、うん、はい、基本的に本間さんと二人でやられるっていうパターンですよね。なんかデュオですかって言われるんですけど、リンっていうデュオなんですか、リンっていう名前どっちなんですかみたいなことは言われますけど、あ、はい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 、まあ、デュオ名でリンではなく自分の名前がリンで、で演奏していただかないと、まあ、歌えないですし、作曲全部本間さん、リンとしてやるときにも本間さんがいらっしゃるってことね、必ずいらっしゃいます、なるほどね、はい、そういうことでしたね、わかりましたわかりました、ね、そういうことだって、今日なんか田崎くんとかもね、あ、来てくれてさっきからね、さっきから後ろからビシビシ視線が、なんかお土産いつもありがとうね、ありがとうございます、これ何でしょう、みたらし団子、みたらし団子届きました、魚の老舗の美味しいやつね、あ、もうありがとうございます、これびっくりしますよ、たい焼き1個と団子1本が値段一緒、うんうん、安いのか高いのか、よく分かんない、今どっちがどうなんだ、団子1本が、ね、あ、相当高いっちゃ高い、団子としては高いです、高い、うん、高い団子ありがとうございますありがとうございます、いやいやいや、とんでもございません、お前黙ったお前下の歌ばっか歌いようらしいね、今そんなね、そんなありがとうね、なんかね、歌うつもりで来られたとか違う、いやいや、そうさっき全部バラしちゃいました、翔太郎さんごめんなさい、何毎月2曲必ず歌ってるってことね、すごいじゃないですか、バラした、ね、ありがとうね、口軽いし、ね、すごいね、広告ね、宣伝していただいて僕のね、ということでね、リンさんのね、出会い、これアルバムを聴きながら話したりする、あ、入っててもいいか、このなんかね宣伝を、出たばっかりだもんね、そういうことってできますか、2曲目から行っちゃってもいいですけど、うん、トークしながらちょっと聞きましょうね、はい、ありがとうございます、これ、ね、素晴らしい、いろいろ聞いてみたいな、これで、りんちゃんのそういう気持ちとかをこう散りばめられてるでしょ作詞そうですね、はい、黙るね、黙るそうでしょ、はい、散りばめられてる、はい、いすみません、言葉が僕不足して表現がすおしゃれな、いや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 、これだからほら玉手箱のようなねアルバムっていうね、ええー、うん、まあ、鈴の歌っていうそのタイトル曲になってるリンカっていう曲なんですけど、うんうん、まあ、その悲しいことがあっても、うん、よく明けない夜はないっていう表現あるじゃないですか、うん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 、そういうイメージなんですよ自分の中で、うんうんうん、どっかこう遠くの方で希望を象徴している、うん、まあ、鈴の音が聞こえてくる、うん、まあ、それが歌でもあり音楽でもあり、はいはい、ちょっと暗い世の中が暗い状態になっている時に、うん、希望としてその鈴の音が聞こえてきたりするっていうようなイメージで作ったんで、うん、まあ今割とこれの歌聴いたら元気になるかもしれないかなって、ね、まさに今でしょ、思いますけど、ね、はい、ということでね、こういうね、今流れてきた、うん、こういうほらこれなんか割と和風な感じなの、演歌っぽいもの、はい、演歌調のもの、演歌ロックっていうのも作ってくださってて、はいはい、冬桜っていう曲
今ね、イヤホンしてもらったら聞こえてるから、ちょっとそこら辺にスイッチがあるそこら辺ごめん、下の方にそこら辺でごめんなさい、ボリュームもついてるから、あのりんちゃんもう本当入るのが今になっちゃったからね、入ってきたの5分前だったじゃん、スタジオの そうなんですよ、迷った結構まあ、いろいろありましてまあ、こういうね、聞きながらちょっと今話してますけども、はい、これ演歌調でね、これもまた面白いよね。そうですね。でもなんかポップスというか割と明るい感じが多いじゃん。演歌って大体こう暗かったりするんだけど。私あの坂本冬美さんの夜桜お七を見た時に、うん、まあ、当時20歳だったんですけど、うん、まあ、かっこいいって思って、でそういうのが好きですっていうのも本間さんにもお伝えしてて、ああそうなんだ、オリジナルにそういった感じのロックテイストの演歌、まあ、演歌のようなロックっていうんですか、うそういうものも作ってもらって、なるほどね、はい、そうかそうか、ということでね、この、このアルバムタイトルは何になりましょう、リンカです、あリンカね、はい、リンカ、はい、ということで、これリンさんのね、歌を今聴いていただいてますけども、これは冬桜っていう、ね、はい、今かかってるのが、ということで、生歌をねまた、ご紹介いたしましょうか。今日はあのハープってまだ他に出るの、あー後でカナオさんのね風の中で立つとかやっていただいたら多分リンちゃんが、あ今日ハープ全種類あんの、一応あります、ね、やる気満々じゃん、僕カナオさんの選手一セットにしてないとねなくしちゃったりするんで、うん、これ風の中のキー入ってるんですか、ソロハーモニカ入ってんの、その中に入ってます12個、いやそんなには入ってない、そんなキーはねたくさん使ってない、いつもよく使うものが A から、これ C でしょ、うん、で今使ったのは D なんですけどね、カナオさんこれ B フラでしょ、 B フラ、うん、G でこれが、はい、よくカナオさんの曲で使う、カナオさんの曲でこれやったことない、誰が歌ってるの、佐々木じゃないの、そういうことだったんだなんでいきなり B フラって笑ったんだろう、キーも言ってないのにさねえ、ありがとうね、佐々木くん、いろいろバレちゃってます、すんごい汗かいたあ、そうだ、先生がお見えになってないの、まだ忙しいんだろうね、今日ね、ね、ということでですね、じゃあ生歌なんか別に、もう一曲やってみますか、じゃあその1個前のアルバムの、リンカネーションってアルバムの中、ね、リンカネーション、はい、これ3枚目ですね、それからちょっとだいぶジャケットの印象がおのおの違うんですけど、あそうだね、本当にそうだね、この時はね、生まれ変わりをテーマにして、ああ、なんかこうピュアな感じの、はい、うん、白のジャケットになってます、リンカーネーション、はい、の中のカゴメという曲を、カゴメ振り付けはない、これは振り付けがあるんですよ、手を中心の、なんでちょっと立ってもいいですか、立って踊る、はい、このラジオで立って踊った人はあんまりいないけど、ね、最近ねマイクをねちょっと買っていただいて、立ってでも歌えるような感じのね、あのマイクでね、すごくね、はい、あの楽しみにしています。こんな感じでよろしくお願いします。大丈夫、はい、了解だよ。じゃあ手広げていいでしょう、はい、はい、全然大丈夫、大丈夫ね、大丈夫、はい、はい、じゃあ行きます、回れ回れ風車、届かぬ想い、なぜに生きる、悲しみとともに回れ、
ついてましたね。あの素晴らしい、感じになっておりましたけどもですね、ちょっと羽織ったからごめんなさいね、私がこれを触ったから、いや大丈夫です、大丈夫ですか、はい、まあね、あのこれ生放送いろいろやってて今日お便り来てますでしょうか。はい、来てます。お便りよろしくお願いいたします。ミキさんからいただいてます。博多のミキさん、博多のミキさん、皆さんこんにちは、寒の戻りが強い寒い日ですね。体調はいかがでしょうか。はいはい、相変わらず平熱が37度のオイルはバリバリですが、平熱が37度だよ。高いね、ちょっとね、高いですね、普通は風邪でしょうこれね、うん、先週のゲスト明石千秋さんも素敵でしたね。おまけにメッセージまで読んでいただいて感激でした、うん、さて今週のゲスト、まあ、アナウンサー歴がね18年ぐらいある、あの、先週のね、歌もジャズも歌うんですけどもね、明石千秋さん、はい、今週のゲストは久しぶりの本間俊之さんに、リンさんですね、お帰りなさい、はい、また素敵な世界が川崎 FM のスタジオに広がるのが楽しみです、うん、今日も短い1時間もリラックスして楽しんでくださいね、はい、リクエストはカナオさんに引き続き、うん、オンイワサイド、うん、だけどいつも通り何でも OK です。オンイワサイド、はい、先週もいただいてたんですね。いただいて、あの、やんなかった、やんなかった、わざとわざと。なんでわざと。そんなことないんだけど、月曜日に俳優の六角精児さんのバンドのライブを楽しんできました。あ、六角精児さん面白いよね、あの人ね、友達がプロデュースしたアルバムが良かったんで楽しみにしてましたけど、うんうんうん、やっぱり役者さんならではの言葉の通り方が見事でした、うんうんうん、打ち上げでも共通の知り合いの役者さんの話で盛り上がりました、うん、違うか、はい、もしかしてカナオさんが役者になられてたら、うん、歌い方も変わったかもしれませんね。うーん、でもそうなってたら今こうやって放送聞けなかっただろうし、ほっとしているところもあります。そう、もしかしてね、僕がね、あの、まあ、売れてたらね、なりかけたこともあったという役者に、うん、いや、あの、そうそう、その売れる前にね、そういうまず役者のあれがあったのよね、話が、うん、僕は全然興味なかったからそれ行かなかったけど、断った、そうそうそう、断ったからね、運命がちょっと、うん、そうそう、ごめんなさい、あのうまくもし言ってたら、うん、もう川崎 FM やってないよ俺そういうこと、田崎さんがやってたりしていや、いやでもね、あ、やっぱり今はね、うん、今はその今があるからね、すごく今は幸せっていう気がしますよ。でも一回断ったことって帰ってくるじゃないですか、なんか先回し、うん、それで映画に出たじゃないですか、役者の、あの、ね、いやでもね、そういうことってありますよね。いやもうだから5分で殺されたから、ね、そうですよね薬膳さんでね、まず血だらけで5分で殺されて、あの、面白かった、うん、まあいいけど、ね、はいはいはい、ウイルスの蔓延対策でさまざまなイベントが中止になったり、うん、急に幼稚園や学校が休校になったりで、うん、対応しきれない方々が大変な思いをされていますが、そうですね、うん、あくまでも個人的な意見ですけど、うん、そんなことでビクビクして免疫を低くするより、うん、良いライブを体験し、よく食べてよく寝て、うん、よく笑い、免疫力を上げる方がよっぽど大切な気がしています、うん、通り、僕もね、その通り、それおっしゃる通りですね、カナオさん、またみんなに、笑顔ば届けないいかんですばい、もう難しか読みづらか、カナオさん何、みんなに笑顔ば届けないいかんですばい、いかんですばい、はい、はい、そうそうそう、ということです、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。まあ、あのやっぱり僕も個人的な意見ですけども、うん、やっぱりそういう先ほども話しましたけどもね、全てそういう風なね、自粛自粛でね、確かに暗い気持ちになるよね、うん、なんかね、不安の方が、ね、でまたマスコミが煽るじゃん、でその不安ばっかり残るんよね、それは良くないよね、
なぜかな、なんでだろう、トイレットペーパーがなくなってどういうこと？はなんかね、なんでこれ、オイルショックの時とかあるまいし、うん、あでもね、だから不安が不安も、うん、そうそう、呼ぶのよね。だからやっぱりみんなが安心できるようにね、政治家もね、そうだけども、なんかこうほら、やってることがなんか、うん、苦し紛れの後出しじゃんけんみたいな感じになってて、そうそう、なんかさ、なんかやんなきゃいけないと思ってね、うん、なんかそれ、まあ、一応やりましたって実績を作ってる感じだよね。それじゃダメだよね、うん、やっぱりみんなさ、今瀬戸際で生きてるんだからさ、うん、その人たちがやっぱり安心して喜ぶようなね、ことをしていかないとね。そうそうそう、毎日ね、ギリギリの人は、うん、そうよ、こんなことがあっても毎日ギリギリだから全然平気みたいなね。うん、いや俺も、あ、もうじゃあ加納さんじゃなくていやいや、崖っぷち、崖っぷちロッカーそれは俺だやろいやいやね、うん、でもなんかやっぱりそうやって、あの音楽もそうだけども、そのこういう時だからこそね、やっぱ歌とかも ね、 そうですね、必要になってくるし、やっぱ戦後の焼け野原でさ、リンゴの歌とかね、そこを持ち出すか、やっぱね、それでみんなさ、力強く生きられたこともあるじゃん。そうですよ、歌はね、やっぱそういうことですよね。ね、うん、今発揮しないといつですかみたいな。そうで、みんなね、ちょっとあの、だから大きいイベントは組織的なことは中止とか延期できるけど、うん、ちっちゃなライブハウスってそのことできないですよね、私たちはね。そうですね、うん、だから通常通り営業してますので、ぜひ皆さんいらしてくださいみたいな。りんちゃんゼミのライブも本当にいつもね、十何人ぐらいのところでよかったね。そうですねいや本当ですよね、うん、だってちっちゃなライブハウス、僕なんかこの間マイクもない立ち飲み屋ですからね。ああ、うん、延期するわけいかないからね。そうそう、あの、だからやっぱりね、そういうものだから、うん、でもなんかみんな一緒になって歌ってくれるのよ、その時ほど。そうだね、うん、だからみんな一緒で歌うとさ、うん、で歌って、俺一生懸命中でマイクもなしでもうあちこち動き回って歌ってたら、外でさ、田崎がさハンバーグがかぶりついてるの。いやいや、ホットドッグ見ました見ました、あの写真出てましたよFacebook に。いや、証拠写真はあるんだけどさ、ね、もうね、ほんと人が一生懸命歌いようとね違うとこ見てたよね、うん、そうでもね、うん、ああやってみんなで一緒になって歌うっていうことは少ないじゃん。まあね、普通マイクがあってね、まあ、歌いたいは歌いたいみたいなステージがあったりなんかして、やっぱりマイクもなしで一生懸命、あの、一緒になって歌うっていうのね、久しぶりにね、僕はあの行きましたけどもね、あの、僕も気持ちよかったね、一緒にみんなね、生歌で歌うのもいいですよね。うん、そうですね、うん、ということでですね、今日もやりますか、じゃあね、このさっきの振り付けの皆さん、振り付けを覚えてやる、かごめですか、かごめの、かごめの、なんかいろんな振り付けとかあるの、やっぱり自分で考える、いや、考えていただいたものを、はい、ダンサーの方に考えていただいて。そうなんだ、俺も振り付けようかな振り付けやりますか。加納さん本当にギターで塞がってるから無理ですよ。そうなんだよね、うん、だから割と俺もともと、あの、歌だけでやってたから。ああ、そうなんですよ、バンドでやってる時はね、うんうん、でもね、振り付けあるとでも楽しいかもしれないですよね、みんな、うん、そうですね、一緒になれてから、ああ、そうだね、じーっと聞くよりはやっぱ自分が参加した、うん、で、皆さんと一緒にこう踊り、振り付けやって歌ったりすることもあるんですか。ありますね、はい。そういや、そういやもあったね、なんかそういや、はい、そうそう、そういや、あ、それはどう、そういや、あの、センス持って ね、 ね、そうそう、そのイメージ、ソイヤーはこっちに入って、ね、そのアルバムのインパクトがすごい強かったね。これ、あの、1、2枚目のアルバムが、うん、トータルで3枚あってですね、うん、2枚目がボリューム1、ボリューム2ってあって、うん、なんでもう本当にあの1枚、まあ、ベスト版ね、ええ、うん、まとめ集約して、うーん、あ、これがベスト版、はい、はい、なんで、あの、アダ桜はこちらに入ってます。これもちょっと聞きたいっちゃ聞きたいんだけど、こう渡さなきゃいけないからでも、カナオさんの歌も聞きたいってみんなリスナーさんも思ってると思うんですけど。あ、ほんと、オニアサイドとかある、なんかも、いや、オニアサイド来たけど、先週に引き続きね、うん、あ、先週やったよね。やってない、先週やってません。 あ、先週風中やったの。そう、他になんかリクエストないですか。他にないです。何でもいいって書いてますよ、いつもよ、いつも通り、ね、だから後で皆さんで参加できるのがいいんじゃないですか、ね、皆さん参加できるっていうのはあれができるから、うん、風中やってみる。やってみますか、りんちゃんも。今今やる。はいはい、はい、あ、ちょっとね、いろいろ楽器をね、ちょっとマイク、これマイク触っちゃったね、うん、ダメだね、うん、
気をつけましょう。ということでですね、いろいろ、してますけども、だ皆さんが参加できるのもひょっとしたら風邪なかった。いや、さっき風邪気にしました。ユユンズ。あ、ほら、あのゴッドハンド、どうぞどうぞ。ゴッドハンド。ちょっと佐々木呼んできて、先生。佐々木呼んできて。呼んできて。僕のね、今あの治療していただいてるね、あの世田谷のゴッドハンド、後で紹介します。私もそうだし、キキさんもそうだよね。神田先生が今日、先生ちょうどいい時に往診に来て、一番おいしいところだよ。ということで、ちょっと、あ、どうもどうも先生、いつもお世話になってます。神田先生、顔出し平気ですか？全然。あ、本当ですか？こんなもんですか？どうぞお座りください。じゃあちょっと僕歌わせていただきましょうか。風の中で立って、じゃあ美希さん、あの申し訳ない、あの来週やらせてもらいます、ね、みんなで一緒に、うん、みんなでできる曲っておそらくあるんで、はい、いきますか。はい、冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か、知らない街になっていた。Suck it.
はい、カナダ中央語らなかったとお届けしました。もうはっきり間違えたね今日ね。いや結構焦った。最初あのマイクがね、あのエレキの方のマイク行ってなかったのよ。大丈夫でしたか、ね、だから本間さんの、ね、音がちょっとあれか、大丈夫ですかね。あ、OK 出ました。OK 出ました。やっぱその都度その都度ちょっとあのアコースティックギターとかアンプの方に持っていかなきゃいけないとか、ね、そんなこと考えてるから歌詞間違えるんだよ。なんだよ、人のせいで。マイクをって言われてもね、ここどうやっていいか分からない。そうそう、いや、あのね、もうそろそろ俺があれっつったらすぐ分かんないといけないよ。分からない、なかなかね。でもこれ性能がいいから大丈夫です。そう、あのね、変わったの、新しくね。新しくなったんですよ。だからまだちょっと、うん、ちっちゃいしね、あの試しの段階なんですけども、あの、まあ、あのより良いね、音で、あの大沢さんもね、いろいろあのチャレンジしていただいて、ね、ありがとうございます。いい感じで ね、これで俺立って歌いたいな今度。いいかも、ぜひ、ね、ぜひ、ね、振り付け今日リンちゃん実はもう一本あるんだよ、こっちで下のマイクが、うんうん、これ隠し技があるんですよ。これも今度まだ使ってないのよ、ね、どうなるんだろう。川崎 FM 素敵だね、素敵だよ、ここの中でライブできるんで、うん、ということで、最後にじゃあ、はい、最後本間さんとリンさんの歌で締めますか、はい、生歌でね、なんかあります。あ、俺はやる考えてない。あ、俺何でもやるよ。何でもやりますか。カノさんなんか、うん、あ、じゃあもう77温度いく。なんなら不良はいないけど、大丈夫、77温度いきますか。田田君も皆さんご一緒に。先生参加していただいて、神田先生ちょっとあの本当いつもお世話なんで、僕のね、あの命の恩人、とんでもない、いえいえ、いつもお世話で、隠し物持ってきましたから。何ですか。あー、先生ちょっとダメ、やばいですよ。普通に注射だし、生本番で注射、生本番ライブ、ライブ、ライブ、本番中注射ってのはちょっと勘弁してください。僕もね、いろいろやまあ、ちょっといろいろ治療してるんですけど、またね、あのすぐね元気になると思います。じゃあ不良中年の質問、最後にね、あの皆さんでご一緒に行きますか。参加してください。ここでよろしゅうございましょうか。愛の手よろしく。はい、イエイ、イエイ、合わせます。愛の手よろしく。イエイ、ワン、ツー、スリー、フォー。Hey, she needs you.
今日も何にもないんです。すみません。ステーキが騒ぎまして。はい、すみません、ねということでですね、あっという間の1時間でしたけども、はい今日もね、あの本間俊之さん、凛さんありがとうございました。ありがとうございました。またぜひね、はい、おいでいただきたい、はい、今度たくさんやってくださいね。ね、ありがとうございます、ね、楽しみにしてます、ということで、金尾一郎の音楽魂、あっという間のね、1時間、はい、お相手ははい、松下俊美、はい、桜田たけしと、はい、金尾一郎でした。田崎さんもありがとうございました。ありがとうございました。僕の歌を何回も何回も歌っていただいて神田先生ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやー怖いな。注射待ってました。この後に、ということで ねまた来週お会いいたしましょう、はい、お相手は金井義郎でした。来週のゲストは、はい、あ、そう、お楽しみに。Facebook でね、ご紹介しましょう、ね、お楽しみください。はい、See you next time、はい。福地の